皆さんこんにちはということで、今回なんですけど、僕ってチャンネル登録者数100人超えたんですよ。うん、超えた。最近俺もチャンネル登録者数が100人いって、ちょっと有名になり始めた市浦誠と申します。で、今回はね、まあ一人一人124人今いるんですけど、今の現時点ではチャンネル登録一人でもしてくれた人、本当にありがとう。というわけで、今回は自分のご褒美というわけで、ね、チャンネル登録者数100人の底辺 YouTuber が、ね、盾をもらいたいと思うんで、今からね、まあそんな YouTuber さんからもらえるわけないんですよ。こんな、ね、もらえるのはね、7年後。すごくない？この実力を使って、反作用の実力を使ってロケットを飛んでいく。最高だね。というわけで、YouTube 公式さんからね、こんな銀の盾とかもらえるわけないんで、自分で作ってみようということで、ね、持ってきました、この。バカでかい。バカでかいよ、この盾。なんか透けてるしさ、ここ。やばくね？まあね、これで作っていこう。というわけで、2つできたということで、これをポンでカチンして、こんな分厚さにしていきたいと思います。結構疲れる、これ。よし、これで、まずは YouTube とか、濡れてはいけない場所を、ぬんしていきます。よし。これでいける。ね、今回の、この DCM で買ったね、これをね、作ってね、やりたいと思う。こうやってもう出る感じ？もうこういうのよく見読まない？あ、これでもう押したら出ますね。あ、出た！え、見た！出たんだけど。見た？これ押したら出る、多分。出る。待って、この教科書はダメだ。このプリントもダメだ。じゃあ、このちょっとやつにやるよ。ほら。うんこみたいな色やな、これ。くっさ。じゃあ、これ部屋だと臭くなるんで、ちょっとね、違う場所に行ってやろうと思います。ガチで立てみた。よし、これでいくぞ。ダマがないようにできるだけかけるぜ。臭い。よし、作れた。これにね、乾かすまで混ぞう。30分か。というわけでね、完成したというわけで見ていきましょう。まあこんな感じで、まあわかんない人いると思うんだけど、このガムテープをね、あ、やべ、壊れた。くっさ、ボンド。こう、剥がしていきます。ボンド手についた最悪。汚い。こんな感じになってて、剥げします。深い。分かる、マジで。やってみるじゃん。分かる。なんか見えてきましたね、なんか。よし。こう、再生ボタンや、再生ボタン。で、ここを外せばいいの。ここの場所。よし。で、上、ほら、うわ。で、ここを外すことによって、YouTuber さんからもらいました、これ。結構よくね、この盾。YouTube の盾、ここに、あとは一部の誠って、ボールペンで書けば完成よ、ボールペン。書きます。ここに一部の誠。
よしよしよし、かけた。ね、ここに市浦誠って書いてあって、これで完成です。うー、すげえ。で、これであとはね、ボンドでもうちょっとね強くやればね、これはもう盾の完成ですよ。 YouTube の盾もらいました。ウェー、結構盾に似てね、ここの再現度とか結構いいよな。というわけで、この動画が面白かった人はチャンネル登録と高評価お願いします。バイ。